ゆるあるチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今回の MC を務めますのは、私、坂内愛です。気合い入れて髪の毛を切ってまいりました。どうぞよろしくお願いします。さあ、ではですね、今回紹介するのは、所属女優、さなちゃんの出演舞台です。早速、さなちゃんに登場してもらいましょう。さなちゃん、お願いします。はーい。オフィスエラル所属女優、さなです。今期で2年目に突入します。今回はですね、このじゃん、さやの陽一座第2回公演、春の2本立てスペシャル、塚公平の2作品を上映します。私はこのストリッパー物語、ストリッパー物語の方にダンサーとして出演することが決まりまして、4月18日から、ストリッパーの公演が19日からなんですけど、23日まで、浅草の木馬亭にて上映されます。塚さんだもんね。はい、塚公平さんって私の中でも本当にちょっと神で、実は私が塚さんの舞台を見てこの業界に入った。あ、そうなんですか。そうだからね、ちょっとね、私も思い入れがあって、まあ、タナちゃん出るもねと思ってそうです、そうです。私もすごく出たくて。そうなんだ。すごい、だいぶ代表作、これもそうなんですけど、こちらもすごい熱量の高いエネルギッシュな作品に。そうだよね。サナちゃんはまずどういう役のところなの？私はとストリッパーサナで、まあまあ私なんですけど、要所要所で踊ったり、あとこうコント芝居みたいなところをちょっとやったりとか。コントじゃないの？水車水車で出てきますので、ぜひ見つけてみてください。それはあの原作っていうか、ものにはなかったよ。あ、そうです。あ、原作はこのストリッパーケミとその紐のシゲさんのほぼ二人芝居みたいな構成になったんですけども、だいぶ今回キャストを増やしまして、賑やかに。はい、その中で踊ってんだよね。踊ってます。え、出ずった？それも、いや、結構もう出たり入ったり出たり入ったりって感じです。じゃあそのファンは、終始楽しめる。あ、終始楽しめます。でもその、あの演出の小暮さんは、もう使ったりする方なんだよね。そうです。もう新幹線が塚作品のコピー劇団から始まってるくらい、もう塚作品を愛して愛してやまない方たちが、そうだよね。はい、劇団新幹線の方がその今回の小暮さん演出やられてるんだもんね。その熱量がすごそうだよね。すごいですね。え、稽古場はどんな感じ？稽古場は、でもその今と茅野亮さん、主催の茅野亮さんがもうすごくいい方で、結構もう関西のメンバーがすごい多いんですけど、この関西気質のこの、なんだろう、兄貴みたいな。あの俺についてこいよみたいな。そうですね。もう筆頭にすごい、なんかこうどこかこう不思議な魅力のある、こう人間的に素敵な方たちがいっぱい集まって。あ、メンバーが。そうです、そうです。それ嬉しいね。そうなんです。だからもう毎日稽古に行くのが楽しくて。年齢層は？年齢層結構幅広いですね。上は40代50代の方はいないです。40代から下は中学3年生の、そんな若い子の女の子まで。そう、幅広い。じゃあさなちゃん割と若めだけど、そのさらに下もいる。います、います。いいね、賑やかそうだね。賑やかです。なんか一番のダメ出しで、なんか覚えてることとかってある？台本覚えるなんですか？あ、そうなんだ。なぞるなんて。深いね。そう、もうその場でこう生きろみたいな。なんかこうすごい新幹線らしいなっていう演出もいっぱいあって。そう、はい。じゃあ普段、まあ、塚さんが大好きで、はい、この塚公平さんの作品で、まあ、ストリッパーの方にもいっぱい見てるって方も多分いると思う。あります、います。そういう東京芸術劇場とかにも結構上演されてて。そうだよね。リー・フランキーさんとかが、ひも役をやって。そうだよね。で、そういうのを見た方でも楽しめる。楽しめると思います。全然違う。なんかやっぱこう陽気な、陽気なストリッパー物語っていう感じですかね。でも熱量はすごいと思います。松賀さんというのはね、
ね、やっぱ熱量を重視だったりとか、はい、そういうところはもちろん受け継いでて、はい、でさらにオリジナリティがあるから、はい、だいぶ生まれてます。楽しい、はい、いつ行こうかな。そうだね、ちょっと土日がもうキャンセル待ちになってあったんですけど、平日でしたらまだ先があるので。うんうん、わかりました、はい、最後の熱く宣伝を改めて、はい、お願いします。心に太陽、ストリッパー物語、どちらも熱量の高い作品になっております。今回ダンサー役にですね、アイドルカレッジという、まあ、アイドルちゃんたちも一緒に出ますし、あとは一緒に出るこのカレンちゃんもジュノンのガールズコンテストでジュングルアプリを作ってる、結構すごいメンバーに囲まれて、切磋琢磨しております。ぜひぜひ皆様のご来場お待ちしております。お願いします。ということで、はい、LR チャンネル初登場でしたね。初登場です。出たかったです。出たかった。じゃあ今後もお願いします、ね、今後も、はい、ぜひお願いします、はい、ではオフィス LR の LR チャンネル、はい、今回は以上となります。皆さん、じゃあぜひストリッパー物語見に行ってください。お願いします。